ちは、理学療法学科4年の2人と、昨年卒業された理学療法学科の OG の先輩方4名で構成されたバンドです。たまこサンドっていう名前の由来なんですが、理学療法学科っていうことで、理学療法士は PT っていうふうにも呼ばれるので、パンと卵でたまこサンドっていうふうに名付けてもらいました。はい、そうですね。ここは、理学療法学科の1期生と2期生なので、そのアカペラ部としての活動は昨年までずっとしてきたんですけれども、コロナとかで、対面での舞台っていうのは初めてになります。そうです、はい、念願の舞台となります。本当にお仕事終わって遅くに、その後で時間を作って一緒に練習した日々が、本当にありがとうございます。大変すごいたくさん遅れまして、いや、とんでもございません。そんな私たちが本日お送りする曲は、ウルさんのあなたがいることでっていう曲です。偉大な先輩方に挟まれながら、サンドされながら、はい、私たちがダブルリードという形でお送りいたします。それではお聴きください。不器用な
ありがとうございました。